もう間もなく宇宙人の存在が公表されるかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。2022年5月、アメリカ下院議会で UFO に関する公聴会が開かれ、実質的に UFO の存在が公式に認められたことで話題になりました。しかし、この公聴会から突然アメリカ政府が UFO の存在を認めたわけではなく、実はそれ以前から情報公開の積み重ねがあったといいます。 UFO 公聴会というキャッチーなワードの出来事に隠れてしまっていますが、 CIA が長年保持していた驚くべき機密情報が公聴会の何年も前から公表されていて、オルタナティブサイエンス界隈では話題になっていたのです。そこで今回は、 UFO が公式に認められるより先に情報開示されていた CIA の機密情報について紹介するとともに、一連の情報公開の流れの意味やその先に待ち受けるものとは何かについて深掘りしていこうと思います。 CIA の機密書類に記された UFO 情報。2022年の UFO 公聴会の直接のきっかけになったのは、その前年に国防総省が UFO 動画を公表して報告書を発表したことです。長年米軍パイロットが任務中に目撃したり撮影していたという UFO に関する報告書をまとめ、調査部署を設置したことが公表されて世間を騒がせました。こうした UFO に関する情報公開が始まったのは、2013年に CIA がエリア51の存在を認めたことに始まると考えられます。一般の人々の間でも都市伝説として知られていたエリア51が実際に存在すると発表されて、オルタナティブサイエンス界隈は色めき立ったわけですが、その発表の主体が NASA でも米軍でもなく CIA ということにも注目されました。 CIA といえば諜報機関として有名ですが、なぜUFO 関連の施設として噂になっていたエリア51に関する情報公開を行ったのでしょうか。一般的に CIA はスパイ組織のようなイメージですが、国家安全保障会議の直轄機関である性格上、情報活動を通して国家安全保障政策に寄与するのが目的の組織です。そのため海外での諜報活動の他にも、国内であっても安全保障上必要な案件であれば CIA が関与してくるわけです。ということは、エリア51の情報を秘匿していたのも国家安全保障上必要性があったと見るのが妥当だと言えるのではないでしょうか。情報公開請求によって開示されたというエリア51関連の資料には、 UFO や宇宙人との関連は全く記載されていませんでしたが、それならばなぜCIA が秘匿していたのか説明がつきません。こうした疑問に対するアンサーであるかのように、エリア51を公認した翌年には再び CIA が情報公開を行いました。しかも今度は250件にも及ぶ UFO や宇宙人に関する調査ファイルを公開したのです。例えば調査ファイルによると、1952年の西ドイツハッセルバッハでは、オートバイで帰宅中の親子が金属光沢のある服を着た男2人が地面の上を調査している姿を目撃したそうです。父親が金属光沢服の男たちにそっと近づいたところ、彼らの向こうには15メートルほどもある巨大なフライパンに似た物体を見たといいます。さらにその近隣の住人たちは、直径15メートルの巨大フライパン状の物体が飛来してソビエト領の森に着陸するのを目撃したと証言しています。また同じ年にはベルギー領コンゴのウラン鉱山近くでも UFO が目撃されています。 CIA の報告書によると、現地の人たち5名がディスク状の飛行物体を目撃していて、20秒ほどホバリングしたかと思うと北西の空へ急速にスピードを上げて飛び去ったそうです。目撃者たちの証言を総合すると、飛行物体は直径15メートルほどで、中心部に燃える炎のようなコア部分があり、
アルミニウムのような素材感の物体だったといいます。これら公表された UFO 目撃情報ファイルは CIA の機密情報として長らく一般の目には触れなかったわけですが、一気に250件もの極秘ファイルが公開された意味についてうがった見方をする人々もいるようです。つまり前年から続く情報公開の波は本当に重要な機密情報を隠しておくためのカモフラージュだというのです。と言いますのも、これらの公開ファイルには CIA の注釈がつけられていて、ことごとく UFO の存在について疑義を唱える論調だったからです。では本当に隠しておきたい機密情報とは何なのでしょうか。 UFO 公聴会の先にあるものとは、 CIA が本当に隠したい機密情報について大きなヒントがあると考えられるのが、アメリカ海軍による UFO 型航空機の特許出願です。その特許とは、反重力装置や常温超伝導、粒子の泡を形成することによる超高速飛行など、現代科学をはるかに凌駕するオーバーテクノロジーがずらりと並んでいました。そして従来の航空機とは一線を画す形状は、あたかも UFO のようであり、これこそ米軍製 UFO と噂が流れていた TR-3B ではないかという指摘もありました。しかし、この特許出願は、オルタナティブサイエンス研究家たちの間で話題になっただけで、一般の人たちにはまるで注目されることがありませんでした。前年の CIA 機密ファイル公開のインパクトの陰に隠れた形になったわけです。この特許出願から推測されるのは、 UFO のリバースエンジニアリングが行われたのではないかということです。リバースエンジニアリングしたということは、 UFO が実在したという証明になってしまいます。つまり、特許出願を控えていた時期に UFO の存在を公式に認めてしまうと、出願予定の特許技術がリバースエンジニアリングによるものだと疑われてしまうため、あえて UFO の存在を疑う注釈をつけた機密ファイルを公開して世間の目を欺いたのではないかと考えられるのではないでしょうか。ネット社会の発達によって、隠しきれないほど UFO の画像や動画が世間に出回り、早晩UFO を公式に認めることになるのではないかと予想される中、隠蔽工作をするというのは焼け石に水のようで無駄なことのように思われますが、やはり一気呵成に全てを明るみにすると一般市民に与える衝撃が強すぎるので、段階的に情報公開するというのは仕方ないことかもしれません。この推測を裏付けるように、注釈付きの機密ファイル公開の翌年にはUFO 特許が出願され、その3年後には国防総省が UFO 動画を公表することになりました。さらに翌年の下院議会で UFO 公聴会へとつながるわけですが、このまま UFO に関する調査が進むと、やがて宇宙人の存在が明るみになるはずです。これは宇宙人の存在までは公表していいと CIA が判断したからこそ、近年の情報公開ラッシュがあったといえます。逆に言うと、CIA が本当に隠したいことがあるからこそ、宇宙人の存在までは公表もやむを得ないと考えたのでしょう。では本当に隠したいこととは何でしょうか。それは宇宙人との密約があったということです。宇宙人との密約、プロジェクトシグマ。ロズウェル事件によって墜落した UFO を回収してエリア51にてリバースエンジニアリングを進めていたものの、壊れている部分が多いために作業は難航していたそうです。そんな時、 UFO に搭載されていた通信機器で宇宙人に呼びかけるプロジェクトに応答してきた宇宙人がいました。これこそがグレイです。グレイにはトールグレイとリトルグレイがいて、この時にアメリカ政府と交渉したのはトールグレイだと言われています。トールグレイは自分たちの DNA が劣化していることに危機感を覚えていて、絶滅を回避するために他の星の住人の DNA 情報を研究する必要がありました。そこでアメリカ政府はトールグレイと密約を交わし、彼らの卓越した科学技術を教えてもらう代わりに、地球人をアブダクションして人体や遺伝子の研究をすることを許可したのです。これがプロジェクトシグマという名の密約です。ハイパーテクノロジーと引き換えに人間を拉致して
人体実験することを黙認するという恐るべき密約が明るみに出たら、世界中から非難されるのは必至です。また宇宙人の存在が突然発表されたら、多くの人たちがパニックになることも考えられます。そのため CIA は長い間隠蔽工作を行い、人々の耳目に UFO や宇宙人の情報が入ってこないようにしてきました。それだけでなく、 UFO や宇宙人の話題はバカバカしいものだと人々に思い込ませるための情報操作すらしていたのです。これは嘲笑と秘密の公式キャンペーンと呼ばれ、当時の CIA 長官ロスコー・ヒレンケッターがアメリカ上院宛ての手紙で明らかにしています。こうしてプロジェクトシグマによって完全な UFO を手に入れたアメリカ政府は、秘密裏にリバースエンジニアリングを進め、 TR-3B という UFO 型航空機を開発して特許申請するまでになったと考えられています。ところがトール・グレイは決められた人数以上のアブダクションを行うようになったため、この密約は破棄されることになったそうです。アブダクションが野放図に繰り返されては困るアメリカ政府は、それに対抗することを決めました。しかし宇宙人や UFO の存在を隠したままでは効果的な対抗手段が取れないと判断して、エリア51の公表に始まる UFO の存在を認める流れにつながったものと思われます。都市伝説や噂の類を根拠に政府組織を動かすことはできないからです。しかし米軍製 UFO である TR-3B の開発に成功したとはいえ、まだまだ人類の科学技術力では宇宙人に正面から対抗できません。それでもトール・グレイとたもとを分かつことを決断できたのは、もう一つの宇宙人との協定があるからだと思われます。実はプロジェクトシグマ締結と同時期に、アイゼンハワー大統領はノルディックと呼ばれる宇宙人と3回にわたり会談して平和的な協定を結んだと言われています。ノルディックの後ろ盾が見込めるからこそ、トール・グレイと対立することに踏み切ったのではないでしょうか。そんなバカなことがあるかと否定したい気持ちになる人がいるのもわかります。しかしそれこそが CIA の情報操作プログラムに完全にコントロールされている状態とも言えます。信じる信じないに関わらず、 UFO の存在はアメリカ国防総省が認めましたし、アメリカ議会での公聴会でも認められ、調査が継続されることが決定しました。くしくも50年ぶりに月面への有人宇宙飛行計画が始動しています。長らく止まっていた宇宙開発への機運が高まっているのは、もしかしたらトール・グレイとの協定を破棄してノルディックとの全面協力を決めたからかもしれません。その真相もまたいずれ情報公開という形で明らかになるのではないでしょうか。今後も UFO や宇宙人に関する政府発表には注目していこうと思います。